This program is the Nawak of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Will. Moecath TV. いや、皆さんおはようございます。やろうです。6月21日です。まあ、今日あれね、オープン、俺なんかグランド1周年とかじゃなかったんかな。1周年じゃないの？じゃないの？じゃないの？はっきりしたことは分かってないけど、まあ、とりあえず621台ある店の6月21日だね。なんかめっちゃ折ってるし、抽選も早いやんね。早いよ。いや、だから店側も今日は人来るやろって思ってるってことやんね。そうやね。うん、622番だったらもうダメなんだけど、並びがね。そうそう、621人以上並んだらもうその時点で始まれちゃうから、一応うちも早めに行こうってなって行ってるんだけど、熊本で600人並ぶとかあるんかなねっていうとこない。しかも2ヶ月ぶり、先月行ってない。そうだね、先月行ったけど、先月は行ってない。今月の今日に照準が合わさってたっぽいよ、ずっと前から、先月もその行かずで、あえてここに寄せてるらしいよ。期待はしていいんですね、っていう思って。俺、結構ね、サラバンもいいな。あー、そう、サラバンとも。そっか、サラバン7台か。そうなんや、台数も多いけんっていうのもあったり、ね、でもトモ5台あるけん。そうなんや、だから最悪、だからほんとトモサラバンって言ったのはそういうことで。サラバンやめて、トモにせん。サラバンよりトモの方が俺好き。ああ、まあまあよかよか。いや、し、怪我も少ない気はするけど、恋持ちがいいけんね。サラバンは当たり軽くても頂き入らんかったら永遠投資繰り返さない関係。3万使って1回もいただき入らんとか折れる。え、これ9時間に合わんぐらいもあるよ。込み具合、そんなかかるっすか？混み具合によっては。お願いします。カメラカメラ、ダメやった。あ、ダメダメ。何人抽選？240ぐらい。ありがとうございます。まあ240ぐらいやけん、まだとも座れるやろ。お願いします。空いてないもんね、並び。ポセイドンぐらいか、あとは空いてる。いいじゃん、いいじゃん、全然いいじゃん。というわけで、まあ一応取れたね。お金貸してください。全部棚が取れてる。ヤジキタもね、上は楽しいんやろうけどね。そうですね、119円ね、どこはね。あ、そうなの。確かヤジキタ何も伸びてるから。うん、めっちゃがっくんしたわ。すべてやろ、ここは。まあま
まあまあ、いやいや、当たった当たった、7000円、198ゲーム投資が7000円。パチンコ並びが空いてない。いや俺こっち大盛り行けるけど、とりあえずやね。というわけでエヴァイレブンのアマ一応入れ替えプレミアムモデル、あれ売ってないしね、一回しか売ってないけん、まあ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 とりあえず手玉を作ってって感じやね。150回転から万発。これシンプルモードやね、多分。やっぱあるっぽい。うん。これでいい。だがそれがいい。出たそばから。いいっつってんの。いきなり出る気。そうない。そうない。おお、水玉ブチュン。まさか。放送。おはよう。シンプルモード。何や、水玉
車とか懐かしいね。もう懐かしいね。ブルブルしたもん。桜。いいよ。じゃあ戻ったらなんじゃない。あら。ああ。まさか暴走ってなった時点でもう一旦も止まればいいのにさ。まあまあよかったよ。おーおーいいよ。あーこういうことやね。でもよしよし。オッケー。投資が32,500円。だったらなんか普通のバトル見せてよ。ね。230発よ。15ラウンド。下ST50 とチタン50の100回転。さすがにテンパイはするやろ。ねえ、本当のチャンス。そういうのじゃねえから。やったやれもうまだイエーイって言っとってくれたほうがいい。ああダメ、ガクッガクッ、初号機完全に沈黙。まあまあよかったな。ああ次回予告の BGM あるじゃん。 BGM 次回予告これがいいよ。カウントダウン。ミドルホール。単に1ゼロ行ったら当たるやろ、さすがに。マジか。3210のゼロが薫くんの。プログレッシブな。やれ。ブルブルする？こういうのがいらんね。マジ？なんしろかったって思うよね。おお。マジ？今のレインとか。ひど。アルティメットバトルボーイの継続。あとあんまり。お。次回予告。次回予告に変えた瞬間次回予告来た。おお、カオル君。カオル君おったね。立って。15角。おお、前降りし者。レインボーだもん。やれ。言うんだね。よし。いいんじゃない？はいよ。もしかして？やらね。さすがにさよならは。
おおかっこいいね。おおいいね。マキシックス。ねえ、ボリューレンとか続く、いやいやいや、やない、あ、続くやけん、そうやな、ね、やろ、あ、やっぱそうだ、レインボーロード、レインボーロード4つ目やけん、これはね、じゃあ貯めとこうかね、もう一発ボリューレンしてやろうか、行こう、すごいね、77分の1を、4回転はすごいね、おお、やっぱそうだね。やれ。すごいね。やっぱあれなんだ。まあ別に絶対ズボラードってわけじゃないんだな。昇格するのかな。おわした。いいね。いいね、このぐーぐるっていいね。あ、それは許す。おお、まあよう伸びてくれたよ。先発とりあえず。ギリ44年で確率で言うと43分の1だから次ぐらい当たる。そろそろ来てもいい。お、よう激アツ。マジや、マジで44回転だ。京都君頼むよ。わー来た、 CM リーチ。あるやろ、あるやろ。豚肉1日15トン、鶏肉1日7トン。よし、レインボー。おーい、わー、よかったー。諦めなくてよかったー。本当に44回転目で当たるんやで。収束した。外れた。レインボーじゃねえやから。豚肉1日7トン。ガロン、ガロとカタス、あ、クイーンズブレードとカタスも空いてるよ。空いてきた、空いてきた。142回転から。よかったね、カタス好きやった。好きじゃねえし。あかん。変わらなかった。むしろ変わった。エレックス。いらんけ。
最高の動画です。今からのバトルしよるやん。先手取ったよ。バトルやん。バトルやね。行くんだ。よし。しちゃった。8ラウンド。最初の声が怪しいんだよな。あ、多分そういうジャズピアノトリックはありますか。よし、オッケーオッケー。出玉以上の満足感。よく見たらこれ360発とかしか出てないんだよ。めっちゃちょっとしか出てないんだよ。なんでこんなスペックが辛いのかがわからん、マジで腹立ってきた。あ、ほらほら、あ、SOS。 あ、私殺される。ほらほら、縦読み言ったろ、縦読み言ったろ。これちゃんと使ってね、俺縦読みってパーって言ってます。うっせー敵になってるから縦読みはないって言ったら。あー、未解決、迷宮入り。もう一回最近の先に一回当たるまで、もう一回当たってさらに完全に当てな、それ入らんけど。やだよこんな。全然増えてねえから。009移動します。というわけでビッグドリーム、1006ハマってます。江原さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヤジキタからのパチンコいろいろ売ってマイナス32,500円です。32,500円。はい、まあヤジキタ伸ばせんかった時点でやね、悪くはないっしょ。ヤジキタね、うん、
まあ、難しかったね。難しかったパチンコってさ、うん、どこまで行っても売っちゃうよね。出るまでプラスになるまで。まあそうね。あそこでエヴァとカサスでやめようとはもう思う。1ミリもなかったね。でもやめときゃ1万負けぐらいのとか戻してたね。5000発近く5000発近く。今考えるけどね、あの時はもうよしこれは元手にって思ってね。元でやった。まあ可動が良かったね。可動良すぎんだよそもそも。パチンコの方が良かったね。しかもね、パチンコの方が噛み合わんかったね。けどそういう意味で言うと、もう全部が早めに出たのに、やっぱ道が混んどって間に合わんかったところからよ、みたいな。ほんと全てそこに通ずるよね。いや、結局だけん、別台取れたけんさ、うん、まあいっかって、そうそう、まあいっかの精神が、まあいっかの結果を生んだっていう。そうね、カサスがプラマイするっていうのはいかんですね。プラス、打ち始めて時と、多分2、300発しか変わってないけん。あれ発なんやね。なんであんな辛いわけ？きつすぎ？あれやろ、15か16ラウンドは10%ぐらい。15ラウンドが5%ぐらい。あのグラフ見たらめっちゃきつい。薄いし。何がメリットあるんや。いや、だって30回転が33回転かなんかの40何分の1やけ。49%やろ、そこだけ。何がいいん？マジで意味が分からん。それが23個目の過ちやけど。22の過ちじゃなくて、